マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。ダイエットに良いお茶ってたくさんありますよね。でも痩せたけれどもお肌がボロボロげっそり、見た目も老けちゃったなんてことになると嫌ですよね。そこでこの動画ではお肌がツヤツヤ、綺麗に飲みながら痩せるお茶がわかるんです。もしあなたがね、健康的で綺麗にお肌ツヤツヤなりたいなとお考えであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。女性におすすめ綺麗痩せするお茶についてお話しします。話の流れはこちらです。1つ目、痩せるポイントとは何でしょうか。2つ目、女性におすすめ綺麗痩せするお茶、具体的にお伝えしていきます。では1つ目の項目です。綺麗に痩せるお茶の痩せるポイントとはということで、こちら3つあります。まず1つ目です。腸内環境が整うお茶だからなんですね。とっても大事ですよ。まずは痩せたいのであれば、ベースはあなたの腸内環境が整っていることがもう大前提になってきます。ここを無視してね、たとえもどんなに食事制限を頑張ったとしても、辛い運動を頑張ったとしても、もう一向にね、なかなかリバウンドなしで痩せるっていうのはね、もうないです。なぜかというと、根本的な痩せ体質になっていないからなんですね。だからここをとっても大事にしましょう。ではどうすればよいかというと、いろいろな方法がありますが、今回はこのお茶を飲むことでそれが叶います。簡単に言うとね、やっぱり痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちがしっかりとね、働いてくれるいい環境を作ることができるからなんですね。では2つ目です。このお茶は脂肪燃焼効果があります。これもね、もう早く燃やしたいですよね、なのでやっぱり運動で燃やすっていうのも大事ですけれども、それやっぱりね、限界があります。そこでこういった脂肪燃焼効果が高いお茶の力を使うことでね、相乗効果上げていきましょうね。そして3つ目は鉄分が取れます。とっても大事です。特に私たち女性っていうのはどうしても鉄分不足になりやすいですよね。ただこれをお食事だけで取っていこうと思ったらかなり難しいと思いませんか。私もね、毎回パーフェクトに毎食毎食鉄分取ったっていうのはやっぱ難しいんですよね。そこで手軽に鉄分補給できるのがこの綺麗痩せするお茶なんですよ。ではここから2つ目の項目です。女性におすすめの綺麗痩せするお茶ということで、今回選んだのはこちらです。ローズヒップティーです。もう私このローズヒップもね、大好きなんですよね。あの色も綺麗で癒されますし、こうほっこりするんですよね。でそれだけでやっぱりリラックス効果を得ることができるから痩せるんですが、またさらにあのこうちょっとこう酸っぱい感じ、あれが結構ね、今やみつきで結構な頻度で飲んでます。でこのね、ローズヒップっていうのはなんとですね、脂肪燃焼効果が高いんですよね。このティリロサイドっていう成分があることで、これポリフェノールの一種なんですけども、これをねやっぱり取ることでどんどん脂肪を燃やしてくれる効果があるんです。そして2つ目、ここも嬉しいんですよね。ホルモンバランスを整えてくれるんです。私たち女性にとってはすごく嬉しいですよね。いかがですか。すごく忙しかったりストレスが溜まったりしてしまうと、あっという間に自律神経のバランスが崩れてしまいますよね。そうするとこういったホルモンバランスを整えてくれているのがやっぱりこの自律神経なので、ここが乱れちゃうとですね、結局ホルモンバランスも乱れてしまって、太りやすくなるということになるんですよね。でその時にこのローズヒップティーの力を借りて崩れたね、ホルモンバランスを整えてもらえれば、やっぱり本来あるべき姿に戻れるわけですから、しっかりと体が機能して痩せる体質に近づくことができます。そして次です。ビタミン C がめちゃくちゃ豊富なんですね、このローズヒップティーって。なのでお肌、美肌効果があります。どうせ飲むならね、お肌もツヤツヤで綺麗になりたいですよね。でしかもビタミン C っていうのはちゃんとやっぱ外が取ってあげないといけないものですから、特にストレスが多い方、イライラってしたりね、キーってなったり、そういう方はあっという間にビタミン C 消費してるんですよ。でもわかる、私もね、もうほんと子育てマッサージの時はもう常にね、イライラってやっぱりするじゃないですか。可愛い可愛いけれどもやっぱりイラッとかねしますよね。いっぱいいっぱいです。でそんな時もね、やっぱりビタミン C どんどん使っちゃってますから、今もしあなたがね、なんでこんなにイライラするんだろう
ってなったら、さっとこのローズヒップティー飲んでふっと落ち着いてくださいね。では次、ここも嬉しいです。貧血予防です。もうこれすごく大事。先ほど項目1でお伝えしましたね。鉄分すごく大事ですよ。鉄分不足になると太ります。結局バランス崩れるわけですよね。なので、なんでこんなに体がきついのかなとか、なんでこんなになかなか痩せないのっていう方は、実はですね、鉄分不足の可能性めちゃくちゃ大なんですよね。でもお食事で取るのって難しいっていう時に、このローズヒップティーから鉄分をしっかり補給していただきますと、貧血の対策になります。そして次に、デトックス効果も高いですね。もう出したいですよね。老廃物、余計なものお体からどんどん出していきましょう。やっぱり利尿効果が高いですよ。ですからちょっとこれね、ローズヒップティーはですね、ちょっと今からお買い物行くとか、お出かけしてちょっと長時間お手洗い行けないなっていう時はですね、直前飲まない方がいいです。おトイレが近くなっちゃうので気をつけてくださいね。では最後に、このローズヒップティーのさらに痩せる飲み方と注意点お伝えして終わります。まず痩せる飲み方の1つ目、1日1杯から2杯までで十分です。もちろんこちらね、ノンカフェインなので安心して、まあ、妊婦さんとかもね飲めるんですけれども、まあ、なんといってもばっかりっていうのは良くないです。ガブガブ飲むと、まあ、かえって逆効果なので、だいたい1日飲むうちの 1,2 杯程度で十分です。そしてその時は必ずホットで飲みましょう。冷たくしちゃダメですよ。例えばね、作った後冷蔵庫で冷やしとくとか NG です。かえって太ります。なぜかというと、腸が冷えちゃうから。腸はですね、冷えがもう大嫌いなんですよ。うわ寒っと思ったらもう動かない、ね、ちゃんと働いてもらうためには、常に腸はほかほかで温かくて心地がいい状態を作ってあげましょう。次ね、このローズヒップ痩せるからといってね、こればっかり飲んで過ごすとかダメですよ。栄養不足になります。なのでしっかりとね、私がこの YouTube チャンネルでお伝えします腸活メニューをベースとしたバランスの食事、しっかり栄養をとるっていうのが痩せるポイントです。プラスローズヒップティーの力を借りてください。最後です。まずは3ヶ月毎日続けてみましょう。体質改善ですからね、 1,2 杯1週間だけで効果が出るっていうものではありません。毎日美味しく楽しくリラックスしながら、最低でも3ヶ月は続けていきましょうね。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画まとめポイントは、まずは綺麗に痩せたければローズヒップティーがおすすめですよということでしたね。しかも飲み方の注意点をしっかり守ることで、さらに効果が高まりますよっていうお話でした。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。